トゥモーニングユ、えーチューブ。今日は近畿大学吉田先生によりますマイトラクリップ後の砂防の機能の改善とその予後についてよろしくお願いします。よろしくお願いします。ベース、コアプトの,あのデータベースがベースになっている、えー、ファンクショナル MR 対象の砂防機能というところです、まあ。結果に関してですけど、私が邪魔です。すませえっ、ー、と、まぁ、あ、えっ、ー、と GDM、 もともとコアプトはそのティアープラス GDMTVSGDMT 単独っていうところで見られてますけど、その中でストレインが、サボのストレインが改善した人してない人っていうのを分けて見られてますけど、どの群、あの、まあ、えっと、ティアが介入したものしてないものを含めて、どちらの治療でもサボ機能が改善していると予後の改善にもつながるということ、いう結果になってます。そして、まあ、4群見てみると、 やはりティアを受けて、さらに細胞機能が改善した症例っていうのが、まあ一番予後いいですよっていうことが、まあ今回の最終の結論になっています。そもそもなんですけど、まあクマイトラクリップ、まあティアですね、予後、あの、やっぱり薬単独と比べると、えっ、ー、と、まあティアしてあげた方が、心不全、もう全脂肪も良くするっていうことは言われてますけど、それでも依然としてやっぱり予後が、 決していいわけじゃないのが現状で、全部のそのファンクショナル MR でティアを受けた症例すべてが、あの、ティアの恩恵を受けているわけじゃないっていうところは、やっぱりいろんな報告で言われていて、まあ、それもあって、あの、まあ、じゃあ何がその、どういったものがよ語良くて悪い、どれが悪いのかっていう研究っていろんなところで行われていて、まあ、やっぱり一番あの見られているのはどうしても差し質っていうところは、 は見られれてるんですけれどもちょっとふむ昔の報告で、これティアに限らずなんですけど、まあ、モデレート以上のファンクションなる MR で、まあ、あのサージカルのリペアだったり、リプレイスメント、あとティアも含めて、あの治療介入したとしても、やっぱりベースラインの,あの差出、機能というよりまあこれは GLS の方が優位さ出てるんですけれども、やっぱりあのベースラインの,あの差出のが悪いと、 あの、MR に介入したとしても、あの、どうしてもやっぱり予後は悪くなってしまうということは、あの、過去の報告でも言われています。ただまあ、やっぱりデバイス治療してあげた方が、差質の方は小さくなるので、まあ、どっちかというより予後は良くなるということは言われてはいますけど、やっぱりさっきのような現状があって、で、ただ、差質だけじゃなくって、あの、サボンに関しても、やっぱり、あの、MR 改善すると、差質同様にサボンも小さくなるということは言われていて、 MR がひどい症例って、まあ、差質だけじゃなくって、砂防にまで影響してくるので、まあ、MR がよくなると、砂防も小さくなりますよということは言われています。そして、あのこの辺のデータっていうのは、うん、その AFMR と VFMR ってのは結構ごっちゃになってるデータが多いんですかね。そうですね、ごっちゃになってるものが、ファンクショナル MR、えー、とこれ、えーと、今まで出したやつは一応ごっちゃになってます。わかりました で一方、心不全、単独で見て、これもある関係なく、心不全症例に関して言うと、やっぱり砂防の大きさっていうのは予後に影響するっていう報告はあって、まず脂肪を見てみても、心不全増枠見てみても、心不全症例っていうのは砂防の大きさが、あの、薬の介入しても、やっぱり予後に影響するっていうことは言われています。で、ただ砂防の大きさ以上に、やっぱり砂防もストレインっていうのが言われていて、 で、これも、あの、心不全に関してですけど、EF40% 以下のマヘフレフ症例で、これは同調率の症例になりますけど、それでもやっぱり、あの、ちょっとわかりにくいんですけど、えっ、ー、と、リザーバーストレインですね。ピークの、えっと、リアルロンジチューディナルストレイン。今回出てくるリザーバーストレインですけれども、やっぱりそれはサボー溶石よりも、あの、より鋭敏にというか、予後を反映するというふうな報告が言われています。 でじゃあ、砂防機能って、あの、これちょっと昔も、あの、言ったことあるんですけど、どういうものかっていうと、基本的には、えっ、ー、と、まず肺静脈から動脈、肺脈からの動脈血を砂防内に溜め込むところのリザーバー機能。それから、相合弁が開いたときに、まあ、えっ、ー、と、砂防から、まあ、肺動脈、砂防、砂室っていうところが動脈になるので、そこで砂室内に入っていくコンデュータ。 機能であとは砂防の収縮によって歳出、左室のにあに血液が入るブースターポンプ機能という3つの機能が砂防にあって、まあ、基本的にストレインのところでは、このリザーバーストレインというのが一番多く見られていて、まあ、ここが砂防の EF というところ、大きく反映しているというふうに言われていますこれ、砂防機能が悪いと、まあ、一番はこのブースターポンプ機能が失われやすいってことですよね。 まあ、でも一番やっぱり、あの、ブースターポンプ機能って AF の人たちはきあまりもうなくなってしまってるので、うんうん、あの A 波、A 派、ん ?A 派がないじゃないですか。うん、ここが多分 A ハのとこに当てはまあるところで、リザーバー機能のところが、ま、いわゆる E ハっていうところになるんで、ま、大きくはやっぱりそのサボー機能、サボー EF とかっていうところに関して見られるのは、リザーバー機能、サボーの、えっ、ー、と、拡大、 一番大きいところと収縮なんていうんですかね、小さいところの日っていうところになるとはい、はい、リザーバー機能っていうのが見られて,て、まあ、あの反映してるっていうふうに言われています。まあでも、その砂防が大きくなる分にはリザーバー機能がむしろ増えるっていうことですよね。だそれがちゃんと収縮できれば、ちゃんと A から LV に遅れるっていうことだと思うんですけど、そうなるとやっぱり大きくなるだけになって、この ポンプのブースター機能がなくなると、やっぱり砂防にたまりすぎちゃう安くということですよね。そうですね。だから AF の患者さんっていうのは、やっぱり砂防から刺室に、このポンプ機能がなくなって送りづらくなるから、結局、LV からの前向きの量が減っちゃうっていうことでいいんですかね。そうですね。それはあると思います。はい。 えっと、やっぱりその砂防拡大よりも先にストレインは落ちてくるっていうのを言われていて、これ砂防拡大ありなしと、あの、両方見られて、これ一応ペフなんですけれども、えっ、ー、と、やっぱりあの、コントロールに比べると砂防拡大があってもなくても、まあ、ペフの症例というか心不全を起こしているような症例は、ストレインは落ちてくるっていうふうに言われていて、より先にあの、砂防の状態をあの反映するということを言われています。で、 えっと、ファンクショナル MR の症例対象にしてみられたものになるんですけど、こちらも、あのー、サボの大きさよりも、やっぱり、えっ、ー、と、サボが大きくても大きくなくても先にストレイン落ちてる症例の方が、えっ、ー、と、予後が悪いということが言われていて、まあ、こういうことから、まあ、大きさよりもやっぱり機能の方がより、あの、いろんなことを、 なんていうんですかね、AB に反応させてくれるんじゃないかっていうところで、サボ機能を評価してあげると、サボの大きさ以上により詳細なそのティアの後の予後っていうところの情報が得られるんじゃないかなというふうに考えられています。<で>このストレインっていうのは、あくまで初期の、えー、変化を AB に反映するものなのか、それともそのサボが大きくなった以降も、ストレインは落ち続けると考えていいんですかやっぱりお AF 対象にしたものでも、落ちてる人と落ちてない人といたりするので、もちろん、完全に大きくなりすぎたりとかすると、どこまで落ち続けるかって難しいんですけど、うんうん、でもやっぱり、大きい人の中でも落ちてる人と落ちてない人っていうのがあって、まあ、最後の方に出すんですけど、やっぱり線維化、反映してるっていうことも言われてはいるので、その大きくなった人の中でも、線維化が進んでる人の方がより、 あのストレインは落ちてるっていうふうに言われてるから、そこまで、あのまあ、なんていうんですかね、大きくなっても、どんどん悪くなっていくっていうことはあると思います。うん、あくまで、まあ、本当に初期だけを鋭病に反映するだけじゃなくて、比較的、まあ、進行ステージでも、まあ、別化できそうですね。そうでいうところの拡張のみたいな感じなんですかね。そうですね。 まあ、サボってやっぱりその拡張障害よく反映してるっていうのは言われるので、うん、それはペフでもレフでも、うん、まあ、レフだと EDPA 上がったりとかもあるので、そういうのもあの含めて反映してると思うんですけど。ストレインって、そううでサシスにしろサボにしろ、どちらかというと、拡張能の反映がメインって考えていいですかいや、えっ、ー、と、そうですね、収縮、サシスは特に収縮のところになってくるかなと思います。わ、ね、かりました。はい ということで、まあ、今回目的としては、まあ、コアプトの登録、試験登録後、6ヶ月を、のところえっ、ー、と、基準というか、になってます。そこで、リザーバー、えっ、ー、と、サボーのリザーバーストレインが改善した症例の特徴を、ま、評価して、あとは、えー、追跡期間 2, か2年になるんですけど、えー、サボーのストレインの改善が、どういう転機を及ぼしていくかっていうことを評価することを、えー、今回目的とされています。 で、えっと、今回は、あコアクトベースになっていて、マルチセンターのプロスペクティブランダマイズドで、パラレルコントロールドのトライアルになっています。え対象としては EF が20から50%の優勝構成の3度以上、えっと、一応モデシビになるのかな以上のファンクショナル MR で、えっと、tja plus gdmt versus gdmt only というところで見ています。で、えっと、すみません、ここに記載いなかったんですけど、えっと、LVSD70 ミリ以上、 の人は除外されていますし、えー、とシビアの pH、RBSP が70を超えている人も除外となっています。で、プライマリーエンドポイントを、えー、今回6ヶ月、まあえーと、治療後6ヶ月のところでストレインを見られているので、そこから2年間の、えー、全脂肪と心不全入院の複合エンドポイントがプライマリー。で、セカンダリーは、えー、それぞれ全脂肪、心不全入院を分けて見られています。 で、えっ、ー、と、ストレインに関して言うと、ストレインのこのインプルーバーと言われる、まあ、改善している人たちっていうのは、ベースラインと比べて半年のところで、えっ、ー、と、リザーバーストレインが15%以上改善している人が一応インプルーバー群というふうになっています。で、えっ、ー、と、デバイスグループが、まあ、GTR プラス GDMT で、GDMT 単独という2群で見られていますけれども、大体、えっ、ー、と、改善した症例っていうのは、 あの、デバイス群では34%で GDMT 群が26%まあ、どちらもそこまで大きく差はないというところで、ユイスはついておりません。で、ストレインの改善に関して、まあ、全体で見てみると、もともとプレの段階が全体が12.8%まあ、そこでもやっぱり結構落ちてはいるんですけれども、んなんかつま違えてるか。 で、えっと、6ヶ月のところで、えっと、12.1%ということで、変化率が、えっと、全体では優位差ついてますけれども、2群、ちょっとそれぞれ見ると、そこまで優位差はついていないというところにはなります。これ、リザーバーストレイン15%以上改善の15%はどこから来てるんですかここはその続行を見つやす、目安に言って難しいんですけど、今回なんかそこをカットフチにはしてるけど、あんまりその、 改善率のところって過去の報告でちま見てみたんですけど、あまりなくって、ベースラインのそのところはあるんですけど、<laughs> なんで15%にしたっていうところまでは、そこまではちょっと詳しくはなかったです。はい、わかりました。 で、えっ、ー、と、二群の、そえっ、ー、と、改善した群としてない群の二群比較の患者背景に関しては、あの、ベースラインの背景は大きく、血圧を除いては特に有意差はなかったです。で、エコーのパラメータに関して言うと、えっ、ー、と、ストレインが改善した群に関して見ると、えっ、ー、と、差出は小さいっていう風な傾向で、ベースラインのストレインは低くって、 ま、逆により改善してくるっていうところになるんですけど、あの、砂防の大きさに関して言うと、ここはに、えっと、ストレインが改善した群もしてない群も、特に、えっと、差はないっていうふうな結果でした。なので、まあ、大きさはあまりその、ストレインが改善するかどうかには今回影響してないっていうふうな背景になっています。で、それぞれ、えっと、治療、 別にも見られていますけれども、同じ結果で、えっ、ー、と、改善した群の方がベースラインのストレイン値は低いというふうな形で、これに関しても、サボの大きさとかには反映してないというふうな結果になっていました。で、えっ、ー、と、予後に関して、ここまず複合エンドポイントのところになるんですけれども、 えっと、なので、全死亡と心不全再入院っていうところですけれども、やっぱり、あの、ストレインが改善してる方が、えっ、ー、と、予後は優位にいいというふうな結果になっていて、で、それぞれの治療別にも見られていますけれども、えっ、ー、と、まあ、それぞれの治療別に見ても優位差はついていて、やっぱり、えっ、ー、と、ストレインが改善してる方が、まあ、よりいいっていうふうな結果になっています。 って特にただ、えーと、ティアの介入してるのとしてないのっていうところに関しては相互性はないというふうな結果になっています。で、えっ、ー、とまあ、4群の中ではやっぱり GDM、あじゃあティアやっていってストレインが改善しているこの赤い人たちが、まあ、より予防がいいというふうな結果になっています。で、えっ、ー、と、 一応関連性それぞれ多変量まで行われてみて見られてますけれども、ストレインがやっぱり改善している症例の方があが単独独立して予後に関連しているというふうな結果で、ただベースラインのストレイン値っていうのはあの予後には影響してないというか関連がないというふうな結果になっていました。で、ほかにまあ予後に関連しているものとしてはベースラインの EF だったり、あとはやっぱり GDMT 単独じゃなくて、TR の介入も行われている人の方が予後にはよい 独立して関連しているというふうな結果になっています。たあの、それぞれ脂肪と心不全と分けて見られてるんですけれども、ちょっとちっちゃくなるんですけど、全脂肪に関して見てみると、あのー、この右側のグラフ、えっと、それぞれ治療もか、えっと、含めて分けられた4群では一応有意差はついているというふうな結果だったんですけれども、ただ、えっと、関連因子見られてみると、全脂肪に関しては、このストレイン の、まあ、上昇もそうですし、えっ、ー、と、ベースラインからのその、うん、と変化率を連続変数で見ても、えっ、ー、と、この全脂肪には関連っていうのは有意なくって、やっぱり、えっ、ー、と、全脂肪に関連しているものとしては、このティアの介入してるかしてないかっていうところだけが、ちょっと私の顔のせいで下が見えてないですけど、あの、唯一の関連因子というふうな結果になっていました。 ワープトの結果自体は、えー、ティアプラスで、全脂肪も優位差ついてるんでしたっけついてなかったけど、つい、あれついてなかったですけど、あ、っちすごいましそうですよね、最初のやつ、うん。そうそうそう,そう。これ、今の多変量でティ、ティアーの介入のみが優位差がつくっていうのが、ちょっと。ティアしてる分は、えっ、ー、と、全脂肪、 えっと、死亡率下げるってことあれでも、全体の結果では、そのコアプトのメイン結果自体は、ティアが全脂肪は減らしてないんですよねこれ、ただ、N 数が多分だいぶ変わってはい,るいて、あのストレイン取れてるものだけにはなってるので、ちょっともしかしたらそこで違いが出てるのかもしれないんですけど。 多分5年、五年追跡やると、多分ティアの方がコアプトでもよかったんじゃないですか。これ2年なんですよね。この一応追跡。なのと、ちょっとベースラインが少し、まあ、N 数減ってるのが影響してるのかどうかはちょっとわかんないんですけど。わかりました。はい。ありがとうございます。今回はちょっとこういう結果になっています。で、心不全で見てみても同様で、あ、同様っていうか、 あの、四群に分けて見てみると、あの、予後心不全の予後も、あの、えっ、ー、と、有意差ついていって、一応、これも関連因子見られてるんですけれども、えっ、ー、と、ストレインに関して見てみると、15%以上改善しているっていうものは、 あの、有意差ついています。ただまあ、その連続変数で見てみると、すごく境界のところ0ピーチ0 0 5 8なので、ちょっと境界にはなってくるけど、まあ一応関連はあるかなというふうには考えられています。あとはやっぱり、えっと、ベースラインの EF だったり、えっと、ティアの介入とはまあ、ベースラインの MR っていうところがまあ、予後と関連者、心不全入院とは関連してくるというふうな結果になっていました。 まとめになりますけれども、えっ、ー、と、ま、えっ、ー、と、リザーバーストレインっていうのは治療後6ヶ月で、ちょっとパーセンテージ間違っえっ、ー、と、45%の症例で改善認めていって、で、えっ、ー、と、まあ、ティアの介入あるなし含めて同程度の割合での改善が見られています。 で、えっと、サボスのリザーバストレインが改善した FMR の症例では、えっと、全死亡または心不全再入院の、まあ、複合エンドポイントが優位に減少しているというふうな結果でした。で、まあ、ストレインの,あの改善っていうところに関しては、ティアの介入の有無かかわらず、まあ、同様に予後の改善が見られてはいます。ただ、まあ、4群で比較してみたカプランでもわかるように、やっぱり、あの、一番死亡とか心不全の 発生率が低いのは、リザーバストリーの改善が見られた t ィアの介入が入っているような症例というふうな結果になっています。で、あの、もともそもそも、やっぱり内服だけでも、砂防の縮小っていうのは、あの、心不全の人たち、拡張障害がある症例で、ちょっとこれ古い報告なんですけど、あの、薬だけでもやっぱり砂防の縮小につながるという報告があるので、今回、あの、GDMT 単独でも、あの、同様に、 サボーのリザーバストリの改善が得られる結果につながっているんじゃないかなとは言われています。で、さっきちらっと話、えっと、ありましたけれども、ストレインがそのどこまで下がっていくかっていう問題はあると思うんですけれども、まあ、あの、繊維化の指標とも言われていて、だから MRI での見るその繊維化と、あの、相関があるっていう風な報告もあって、 やっぱりその砂防が大きい人の中でもやっぱり繊維化が進んでくるとストレインはより落ちていくっていうところになっているので今回あまりベースラインのそのストレイン値っていうのはま特に予後に関連する結果にはならなかったんですけどただやっぱりそのどんどん繊維化が進んでいってストレインがより悪い症例になってくると治療に対する反応がより低いっていう可能性はあるのでそれはティアやっても GDMT 単独でもティアやってもやっぱり反応はしないんじゃないかなっていうことは言われていました でもこれ、ベースラインの、えー、とストレインは関係ないんですよね。関係なかったんですよね。だから、うん、関係なかったなっていう、まあ、そこは結構、なんていうんですかね、<laughs> 思ったより関係しないんだなっていうのはちょっとっ、ね、なので、もうやっぱり、ストレインは安倍先生、さっき言ったように、まあ、というか、いつも言われているように、割と、 まあその価値はですね、そえー、と早期の,その収縮能とかファンクションが落ちる前の、うん、落ちてくるっていうのをチェックするっていうのが、やっぱりスクリーニング機能が非常に優れてるのかなと思っていて、ね、なので、変維化しちゃうと多分、機能も落ちてくると思うんですけど、け結構な線維化は、もはやだから、ストレインの中で。 そうですね、もうそうなってくると、今度逆にその、やっぱり初期なんで、さっき言ったように、砂防がの大きさとか、そっちになってくるのかなっていう感じもしますよね。そうですよねだから、一番その、お薬、うん、プラス、えー、ティアでが良かったってことは、まあ、そ,のそれぞれ、えー、改善する部位が微妙にやっぱり違ったりもしていて、だから、もちろん砂防の機能だけじゃないし、ということですよね。 そうですね。わかりました。とおいます。総結論になります。えっ、ー、と今回えっ、ー、と優勝候選のシビアファンクショナルレマル症例において、まあストレインの改善、サボのストレインの改善はあのどの治療においてもやっぱり全身脂肪心不全入院の副合エンドポイントの発生率と低下の低下と関連していました。で、え二、ー、年後の予後が一番いいのは えとストレインが改善した症例の中でやっぱりティアを受けている症例というふうな結果になっていました以上です <laughs> はいありがとうございました、えー、今日はコアプトのサブ解析からサボのストレインに注目してまあそれの改善が得られたかどうかによってまあ予後の層別化をしてみたということで えーまあ、ティアを受けて、なおかつ、サボーのストレインが改善した症例っていうのが、まあ、最も用が良かったというようなことですけども、まあい、結構、まあ、意外というか、GDMT でも、えー、結構、サボーのストレインを改善している症例の割合っていうのは、ティア群と比較しても同程度であったというのは、えー、結構意外かなと思ったんですけど、えっと、今回、その GDMT って、何が入ってたんでしたっけアーニーとか入ってたんでしたっけ 多分コアプトだから入ってない。入ってない、ね、あ、いや、別件で多分調べてるんですけど、ないはず。ちょもう一回見,、うん、見直しますけど、確か、うん。普通 SGLT2 とかはないですよ。5年フォローアップになると、途中で入ってきてる可能性はありますよね、うん、2>, 2つ。そうですね。<分>ただ、ただベースラインっていうところになってくると、確かなかったんじゃなかったかな。うん、ありがとうございます。 えっと、一応その GDMT で、えー、サボのストレインが改善した群は、まあ、しなかった群よりも一応リスクは下がるということなんですよね。そうですね。ただ全体で見ると、まあ、それに TR が介入している方が良かったということで、うんと、どうなんですかそうなとでしたね。でもう繊維化は結構ベースラインで進んじゃってて、お薬が効かないのか、 それとも、そのティアがによる追加介入が、その薬の効果をさらにブーストするみたいなものがどっちかというと、それかなと思うんですけどね、やっぱり、薬だけで、まあ、基本、ティアって薬だけでどうしようもない人にプラスしている治療なので、あのやっぱりそこの効果が大きいとは思うんですけどね。<laughs> サボのストレインが改善した群っていうのの特徴は、もう一回、なんなんでしたっけ これ、ベースラインの特徴に関しては、なんかい、意外と差がないんですよね。だから、ストレート取ってみないとわからないっていう感じですねそ。そうなんですよ。結局、その、いわゆるこのベースラインのところって、そんなに変わりがなくって、うん、ちょっと私が線引いてなかったんですけど、まあ、収縮期血圧が低いとか、<laughs> <laughs> 心不全入院の回数が、なんか。うん、今回、あれですよ。うん、あの、 えとコアプトだから AFMR は入ってないんですよね、基本的にはそ。そうです、そうです。EF50% 以下なので、基本的には VFMR です。<laughs> で<る>、エコーだけちょっとその差があって、差質の大きさが多分の違いぐらいですね。<laughs> その M クリップで MR がどれぐらい制御できたかというのと、サボーのストレイの改善というのは見られてますかね そこはね、今回、えっ、ー、と、特に相関とかは見られてないですね。うん。確かにそこ。ただまあ、あまあそうね。一応、アキュートプロセージャーサクセスとかも何書いてないから、その後のところのパラメータに関して、あ、一応ごめんなさい。6ヶ月のところは見られてるんですけど、特にそこに、えっ、ー、と、関係はなかったです。 うん。あ関係なかったというか、その、なんていうんでしょう。あほぼ成功してるからっていうことですそうです、そうです、そうです。なるほど。だから、薬の方が、なんていうのかな、六か月時点の MR の残存はもちろん多いそうですね。はい、そうそう、そこはあります。これ,これス、ストレインの、インあ LA のインプルーバーと、差質の変化って相関あります えっと、過去の報告はあります。つまり、LV が小っちゃくなったりとか、EF が良くなった方が、LA のストレインもさらに改善しやすいってことはあるんですか言われてます。ああ、そうなんだ。うん、はい。だどっちが先にどうって難しいと思うんですけど。ね、確かに。ストレインの変化と2波やけ、に早消し CQ、QOL などが。 関連していますかという質問が白か難しいですよね。そこは、ちょっと今回6ヶ月時点のそこの2波とか、そこもみ一緒に見られてたらあれだったんですけど、ちょっとそこまでの報告はないくて、ちょっと私も過去そこを、相関って言われるとちょっと見てみないとなんですけど。あえー、細かくすいません。データが私今出せなくて。はい。 私、渡辺先生からで、えー、最初に砂防の,サボの、まあ、機能3つっていうようなことをお話ありましたけども、ティ <laughs> アによって、その 3, 3つの機能のうち、どの機能が改善されると考えられていますか今回はあのリ、えーとリ、リザーバーストリーのリザーバー機能のところ、一番見られていて、やっぱりあの一番よく砂防機能を反映するっていうのは、リザーバー機能っていうふうには言われていて。 あとはもういろんなそのストレインチでそれぞれのとこを見れるんですけど、大体はピークのストレインチで見られていって、それがリザーバー機能っていうのは言われてます。えまたティア前後でエコーの E 波と A 波がどのように変化していったかまの報告はありますか、ね、ということです確かにね。私もあんま見たことなかったけど、でも拡張能とかを見られてたりするとあるのかなと思うんですけど、私もそのさっきチャットを見てあ確かにっていうのはちょっと思ったんですけど、 でもえー、と一応多分こう、えーと、リザーバー機能 E 波になってくるので、そこら辺も変わってくるかなと思うけど、うん、A 波のところも変わってきたら、E 波、うん、A っていうのを見てみたら、ま、ちょっと面白いかもしれないし、ちょっと見てみます。すね、私も過去うんうん、ね、割合が変わるのか、両、う、方、ん。ステルインまで測らなくても E 波 A でもしかしたら。 同じよううなななことが言えそうな気も確かにしない,ない、ね、うただ、そのクリップ後の EVA の難しいところは、ちょっとやっぱり MS 作って,作ってくるのがあってえ、まあまあ、だから VR とかと似てるところにはなるんですけど。いや、難しいなんかやっぱりこれだけサボが大きい人だと、AF の人が結構いると思うんで、EVA は測定みんなでいるとそうなんですよね。 だまあ、しかも今回も AF、まあ、一応13%、まあ、あとはまあ、ペーシングも入っているので、あ、なんかその、正確になんかもうサイナスオンだけしか拾えないってなってくるし、まあ、VFMR の中のサイナスだけってなってきて、結構割合としては相当減ってくるっていうのと、やっぱりその、クリップ何個置いてるかとかによっても多少その、やっぱり変わってくる、来たりとか、 ストレインって AF の患者さんも正確に測れるものなんですかそのあストレインは多分いけると、えっと心。心拍によって全然違ったりはしないんですかします。すると、そこは、ただサボ、砂あっちもあまり自分でサボストレインを測ったことがないんですけど、と取って平均を出すって感じになるんですかねとかにもなると思いますけどね。とにかくやっぱり AF がすごく就職因子になっちゃって、 いろんな意味において、うん、予後もそうだし、その砂防機能の測定に関しても、かなり介入してきちゃうと思うんで、でかつ、やっぱりこういう VFMR のヘロヘロの人って、やっぱりかなり AF の率高いんじゃないかなと思う。そうですね、で、AF、まあ、だからよく PEF の AF の人とかの砂防ストレインとかは見られてるので、まあ、測ることはできますし、そう、ね、そう、そういうのはできるんですけど、やっぱり AF は AF で影響。 多分それだけでも、まあ、その差し質が悪いせいで AF になってる人もいるし、いろいろだと思うんですけど、まあ、そこも就職因子には絶対ななってくるかなと思います AF 中のストレインっていうのは、一応、測れるは測れるですか、ね、でももうサイ、その人のサイナス時との評価はもう、めちゃくちゃになっちゃいそうですよね。パ <laughs> フってなってくると、またなんかちょっと難しいかもしれないけど。 だから、パフで結構血行動態が崩れちゃうっていうのは、そういうことなのかもしれない。なんかやっぱり、そのわざわざという言い方は変ですけど、ここまでこう手間暇をかけて、ストレインをこのぐらいの重症の人に測る価値っていうのはどのくらいあるのかなっていうのは、少しやっぱり疑問なんですけど、それでも測った方がいい理由は何ですかね。いや私も今回思って結局 なんかそのベースラインのところでなんか評価比較が出るんだったらいいのかなと思ったんですけど、結局やってみたところで改善した人としなかった人と分かれていくから、そうするとまあ結局やってみないとわかんないっていうところになるのかなっていうのはちょっと思ったんですよね、今回の結果を見て。そうなんです、ね、逆にそのサボ形とかで押し分かれない指標であるのも今回よく分かったというとことですね。ね だからそのじゃあね、例えばその、まあ、もっと言うなら、えっと、治療前の、えー、がですね、そのインプルーバー、ノンインプルーバーであるっていう可能性がかなり高いときに、じゃあその治療やらないんですかっていう判断になるのかということですよね。それはそうです。ちょっと前の,あの、 聖、えっと、マリアンナの田中先生に出ていただいた時はですね、やっぱり物質機能が、まあ、低下している症例っていうのは、えー、まあ、あれは3000名ですかね、うん、の用語が不良だけど、やって改善した症例に関しては、まあ、良かったんいうことなんで、やっぱりやってみないと分からないっていうところもあるし。 この、まあだからデータをどう使っていくのかっていうのはすごい難しいですよね。うん。私もなんか、そのベースラインでなんか大きく変わるんだったら、まあだからやらないかってあれですけど、なんかこう指標になるけど、結局そのベース。なんていうか、あの、AF のアブレーションなんかに関しては、やっぱりその、うん、サボがあまりにも大きかったりとかすると、これはやっぱりちょっとやってもしょうがないなっていうディシジョンメイキングに、あの、寄与しているので、 あの意味がありそうだなとは思うんですよね。だけど、やっぱりまだそんなに症例数がないからみんなやりたいじゃないですか。で、うん、やってどうなるのかっていうのがやってみないとわかんないところっていうのは大きいので、ここまで詳細にその術前精査をしてみて結局その、え術、ー、前のパラメータでなかなかプレディクトできないということであれば、んちょっとまだこの段階では その治療介入とかそのストラテジーに影響は少ないのかなと思っちゃいますね。安倍先生どうですかいや、その通りですね、なかなか。なんかでも。どうせやるんだろうっていう感じになっちゃいますそう、結局ね、やるんですよ。そうですね。<laughs> <laughs> ねはい、いやでも面白い、やっぱりストレインいいなって思いますよね。そんなに わかるのは大変じゃないんであればで先ほどのディスカッションにもあったように、まあ、初期からもわかるしさらにそれがどんどん悪くなっていくっていうことでもあるんであればいい指標だなと思いますけれどもそれがまあ何を反映しているのかっていうのがよりわかるといいですよね繊維化なのかそれともなんなのかそうですねあのリバーシブルなのかどうかっていうのをわかるもう一個のパラメータなんかを掛け合わせるとさらにいいかもしれないですよね MRI で繊維化とかですかねそうですね MRI そこはやっぱり一番は MRI になってくるかなと思います。はい、ありがとうございます。他は大丈夫でしょうか。はい、えー、今日はコアプトのサブ解析から、えー、サボのストレインで、えーまあ、その後の予後を層別化してみたということで、えーまあ、なかなかそのストレインが まあ、理論的には初期の段階を、まあ、創別化する指標であるとは思うんですが、今回のそのインプルーバーの、えー、他のバックグラウンドが全然変わらなかったということで、まあ、ちょっとその辺が、なかなか、こう、有効な患者さんを層別化するのには、あの、なかなか至るらないというところはありますけど今回全体でインプルーバーが45%ぐらいってことですよね。うん。からまあ、そうですね。で、これ、ノンインプルーバーは、 えー、ティアの恩恵は受けられないんでしたっけあれいや、そういうわけないですよね。ないうん、そ,そういうこと話じゃないんですもんね。だからそういう話では。まあ、うん。難しいですね。これ,これをこうクリップの適応にどうこうっていうのは、やっぱりちょっとなかなかこの論文からは言えないところがありますが、ただ、まあ、あのサボのストレインという、まあ、指標で、えー、見てみるというのは、まあ、非常に面白い方かなと思いますし。 左ううああす、ね、あのからのまあ逆流で容量負荷を減らすことによって、まあ、それでリバーシブルかどうかっていうのは、やっぱり繊維化がどこまで進んでるかっていうのをあぶり出すっていうことにはなりそうですよね。うんうん、そうですね。そうですねはい。じゃあ、今日はこの辺でおしまいにしようと思います。では、今日もコロナに気をつけていってらっしゃい。